皆さん、こんにちは。1972年3月11日発売の許されない愛がオリコン最高位4位を記録し、ソロとして初のオリコントップ10入りを果たした沢田研二さん、高額で買われ関係を持った大物男性らにやられ、性被害に遭っていた真相に一同驚愕。今日は沢田研二さんのことについて紹介します。まずは、沢田研二さんの経歴とプロフィールから紹介します。沢田研二は、日本の歌手、俳優、ソングライター、ザ・タイガース及び、PYG のボーカル、両親の実家がある鳥取県岩見郡津野井村生まれで、京都府京都市育ち。ニックネームは、ジュリー。1960年代後半のグループサウンズ全盛期から最前線で活躍し、ソロとしてのシングル総売り上げは1241万枚を記録。1982年から1991年までの9年間は歴代1位の座を保つ。アルバムも合わせた総売り上げは約1572万枚。ザ・タイガース、PYG 時代も含めたシングルの総売り上げは1668万枚に上る。衣笠貞之助宅に夫婦で同居したことがある。中学時代は喧嘩の沢健と落東の学校に名を響かせるワルだった。なお、同じ高校の同学年に女優の大志田玲子がいた。ジュリーこと沢田研二が老害呼ばわりされるのはなぜ？激太りで劣化進行中。昔の面影はもうない。酒とタバコが昔はひどかったけどやめたの。ソロ全盛期の頃と現在の画像とともにジュリーを追ってみました。沢田研二がコンサート中に最前列の追っかけファンに対して、俺はその土地の人たちにいい席で見てほしいんだよ。今日も見たことのある顔が最前列に何人もいるじゃねえか。と、ディスったことがことの発端となったようですが、実はジュリーはもともとわがままにコンサートを行っていて、3つのタブーがあるようです。ザ・タイガース時代からのジュリーの長いファンの人たちはいつものこと、と冷静に受け止めているようですが、外側からすると、ジュリーも天狗になったな、老害か、と思うのはそこなのでしょうか。ジュリー老害の真相は前述のことではなく、MC 時に世相に言及した意見をつらつらと述べることが、老害と言われるゆえんなのかも。こういった MC には特に興味がないファンから、歌って、と MC 中に水を差されて、嫌なら帰れ、発言が出てしまったのでしょう。コンサートに来るなら MC 含めて楽しんでほしい。というのがジュリーなりのやり方で、歌だけ聞きたいなら家で CD 買って聞いてろ。ってとこでしょうか。MC の内容についてはここでは触れませんが、お前の言えたことか。というのが老害呼ばわり側の意見かもしれません。お酒が好きだというジュリー。昼間からお酒をたくさん飲んでいる様子。カサブランカダンディでも。バーボンを吹くパフォーマンスは当時衝撃でしたけども、現在では新橋のガード下で昼間から酒を飲んでいる姿を目撃されていたり、自宅周辺の蕎麦屋でも日本酒をたくさん飲んでしまい、嫁の田中優子さんに解放されながら帰宅するという姿も、切れやすくなったのはアルコール依存もあるのかもとファンは心配しています。あと、タバコをやめると太りやすくなるとも言われますから、もしかすると禁煙に成功したとか。昔はステージでも平気でタバコ吹かせていたのが今や禁煙ですからね。最近、沢田のように切れる老人が増えている。飲食店で若い女性店員に向かってその態度は何だと激怒したり、電車内で若者に向かってそこは年寄りの席だ、譲りなさいと声を荒らげる高齢者をよく見かけます。周囲の人がなだめると、お前は何様だと8つ当たりされるから見て見ぬふりをしています。そうした暴走老人は従来の性格ではなく、加齢による老人病が原因だという。年を取ると人は穏やかになると思われがちですが、実際には侵略のケースこそ多い。そう話すのは絶望老人の著者でノンフィクション作家の新郷由紀さん。人間は加齢とともに脳の機能が変化し、人によっては自己中心的になるという。脳の中でも理性を司る前頭葉が衰えることで、ちょっとしたことで感情が抑えきれず、このバカ野郎と爆発してしまう。
自分で自分を止められなくなるのです。理性が働かないと行動が衝動的になると指摘するのは、精神科医の片田珠美さんだ。加齢によって抑制が効かなくなる、脱抑制になると、外部の人を攻撃する攻撃衝動が強まります。性衝動が生じて若い女性を追い回す色ぼけになったり、食欲を抑えきれず太るケースもあります。色ぼけはないが、確かに前世紀より体重 40kg 増と言われる沢田の体型は、意地があるという割には、あまりに卑しい。単なる脳の機能低下にとどまらず、隠れ認知症を発症しているケースもあるという。初期の段階では知的機能の低下が見られず、MRI でもわからない。前頭側頭型認知症と呼ばれる病気で、キレや水おじいさんになったと思われた人が、実は認知症だったということがあります。脳の老化に加えて、もう我慢したくない、という思いが自己中を招く、高齢になるほど、老い先短い殻が我慢したくないという思いが強くなり、自分勝手な行動を取るようになります。今回の騒動後、沢田さんは自分の音楽人生はもう後がないんだと発言しましたが、語がないから我慢したくない、という考えが自分勝手な行動を生んだのでしょう。確かに沢田にも当てはまる部分があるようにも見える、老人病は病のサインでもあります。放置するとさらなる脳の機能低下を招いたり、隠れ認知症が悪化する恐れもある。夫が怒りっぽくなったら、定年のストレスを発散しているのね。私が我慢すればいいなどと決めつけず、しっかり観察して適切に対処することが重要です。沢田は昔から何も変えていないということだ。ついてきてくれるファンがいればいい。ファンのために歌っている、というスタンスを貫いている。そんな彼がマスコミに囲まれて謝っているのを見て、僕は単純に、ジュリーも丸くなった。落ち着いたものだな、と受け止めた、誤算は、記者も世代交代し、その関係性を知る者は少なくなったことにあるだろう。沢田を、過去の栄光にすがる歌手、みたいに批判したのは、彼を知らない世代に大いに違いない。昔からのファンが側方を向いているのであれば、騒動後の公演会場があれほど満員になっている事実と辻褄が合わない。今彼は公演会場やマスコミを通じてファンに謝罪しているが、頭を下げることでガス抜きになることを知っているはずだ。わからずやのスターどころか、ちゃんと周囲の空気を読むところなどは、やはり現役のスターなのだ。気になる場合は、一人で対処しないことが大切だ。夫婦の場合、夫が暴言を吐くようになったら、妻は外出するなど距離を置くことが必要。攻撃の対象が制限されるほどに衝動は強くなる。対策としては、夫を地域の集まりやジムなどに送り出し、人間関係を広げることが有効。目に余るなら、医療機関の受診を勧めます。今年のお盆、妻。田中優子と二人、大阪駅で並ぶ姿は仲のいい夫婦そのものだったが、さすがのジュリーも時の過ぎゆくままにとはいかないようだ。ソロになった沢田は、73年、安井和美作詞、加瀬邦彦作曲、危険な二人で、日本歌謡大賞を受賞し、念願の一等賞を手にした。受賞した瞬間、沢田は涙を流し、海外にいた加瀬に喜びを伝えている。その後、胸いっぱいの悲しみ、恋は邪魔者、追憶と安井加瀬作品が、悪友小野克雄作品の時の過ぎゆくままに、が登場するまで続いて、ポップスタージュリーの地位を揺るぎないものにした。彼はそれだけの素質はあるし、真面目だし、何しろ与えられた仕事は全力投球する。僕が、こういうのを着てくれ、とか、落下さんしょってこんな感じで、と言うでしょ。普通なら、そこまでやるんですか、となるけれど、彼は一切文句言わなかった。与えられたものに対して、期待以上のことをやってくれるから、こちらも義継ぎはもっと面白いことをやろうと意欲が湧いてくるわけ。加瀬は心身ともに沢田を支え続けて、加瀬が沢田をプロデュースした時間は13年に及ぶ。石岡栄子との仕事を主導したのは加瀬であり、沢田が化粧をし裸になることに反対する渡辺プロの総帥渡辺真を説き伏せたのも加瀬だった。彼はヨーロッパデビューを果たした沢田が
パリやロンドンでレコーディングする時もプロモーションの時も傍らにいて、熱を出せば額を冷やし続け、食事にも気を配るなど心身両面でスターを守り支えた。僕がプロデュースをやってる間は絶対太らせなかった。二人でヨーロッパに行った時も、俺も付き合うからって一人前頼んで二人で半分ずつ食べてた。僕だけ食べて、あいつに食べるなっていうのもかわいそうだもん。当時の沢田は、加瀬の姿が見えないとたちまち、加瀬さんは、と口にするほどであった。2015年、加瀬が自首を選んだ時、沢田は、彼の作った曲を歌い続けたライブでファンに向かって、加瀬さんは死にたくなかったんだと思うけど、しゃあないね、僕には大きな存在でした、と胸の内を明かしている、フィリピンの小島で脱げるか、と石岡栄子に迫られて裸になる沢田の横で、加瀬が必要もないのに脱いでいたと思い出を披露し、加瀬さんが一緒に脱いでも仕方ないけど、その心意気が嬉しかった、と語った。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。